中国の日本に対する嫌がらせ、水産物買いませんよということですけども、岸田さんっていうのはね、本当ひどいですよね。総額1007億円の支援をするってわけですよ。大体このね、政府が支援っていうのはね、これ良くないんですよ。かつてね、じゃあコロナで支援しますって言って、その支援で溺れた経営者山ほどいるわけですよね。なるほどね。閉めてたらお金いくらで一律ですから、小さな店ほど閉めてた方がガポガポで、旅行行ったり車買ったりとお店開けるやつバカじゃないのって言って、コロナ終わったから、はいお店やります、誰も来ませんよそんなの。だから支援で溺れちゃう人もいるわけですから、本当に支援によって伸び上がっていくって場面もありますけども、一律支援とかやると、なんか魚取ってなかった人たちがいきなり漁師になったりみたいな感じになるわけですよ。で、中国が日本から買ってる魚介類ってまあ大体800億円ぐらいで、香港に入れると1600億円なんですよ。でこれ1000億円支援っておかしくないですか。私よく言うんですけど、岸田さんっていうのは下手なマッサージ師ツボを外しまくる力はあるでしょ、力はある、うえーやるんですけど、完全ツボ外してるわけですよ。下手なマッサージ師みたいに、もうグリグリやるんですよ。でも力はある。力ある、だって1007億円ですよ。まあ、そうグリグリやるんですけど、外してるからただ痛いだけっていうですね。ちょっと読みますよ。水産支援総額1007億円。政府は4日、福島第一原発処理水放出をめぐり、中国による日本産水産物の全面禁輸で影響を受ける水産事業者支援のための政策を取りまとめた。令和5年度予算の予備費から207億円を活用し、新たな輸出先の開拓や加工体制の強化を支援する。すでに風評被害対策や漁業継続支援などで計800億円の基金を設置しており、支援の総額は1007億円となる。特に中国向けの水産物の半分超を占めるホタテ貝の需要喪失を念頭に対策強化を図る。ホタテ貝は殻がついたまま日本で加工するとお金がかかるから、殻付きのまま中国に輸出され、中国で、殻を取ってそれをアメリカとかに輸出しているというですね。だから殻付きのホタテどうすんのっていう話になってるだけなんです。ホタテ貝だけで467億円、ナマコが79億円、カツオマグロ類が40億円ということなんですけども、でも大した金額じゃないわけです。なるほどね。中国香港合わせてだいたい1600億円ぐらいなんですけども、それって1億人で割っても大した金額じゃない。そうですね。1億2000万人だって、まあ、1億円としましょうか。ホタテ食べるのは1600億円ということは1人年間1600円なんですよね。あ、日本人が1人払うね、はい、なるほど。だから月130円なんですよ。なるほど。私たちがいつもよりも月130円ずつちょっと多めに魚介類を食べれば、はいはい、もうすぐ話なわけですから。これね、岸田さんが言うべきなのは、うん、1000億円出しますじゃなくて、うん、もう中国は買わないって言うんだったら俺たちで食おうぜと、うん、ちょっと意識して魚食おうぜって言えばいいんですよ。あ、そうですよね。それで済む話、それで WTO に提出するのはいいですけども、なんか困った困ったみたい、支援出して困った困ったって、いやそれ聞いてるって思われちゃうわけですよ、うん、あ、この政策日本困ってんなと思う、うん、もう全然 OK と、うん、わずか1800億円、もう月130円よと。寿司ね、いつも10貫しか食べない人12貫食べてくださいって、ね、それだけの話ですから。要するに漁業ダメなんですよこれ。創業してないのに金入ってくるんですよ。ダメなんですよ。なんか骨抜きにしていこうとしてるんですね、はい、そうですね。まずやるべきことは減税ですし、支援支援支援だったら減税ですよね。みんなで食おうで済む話ですよ。ホタテの殻むきこうですよ。 そうですね。政府がそういうコマーシャル打てばいいんですよ。日本人コマーシャルに弱いからね、打てばもうみんなやる。そうそう、先生、ね、これキッシーに言った方がいいんじゃないですか。でしょ。だからもうツボが外しまくってんだよ。困ったな日本。でね、これいいことずくめで、だって中国漁船が日本近海で魚取りまくって大荒れに荒れたわけですよ海が、うん、もう今後来るなよって話ですよ。日本でもう操業すんなって話ですから、もう尖閣とか来んなって話ですからね。だって取ったところで売れないんですから。先週のニュースでやったんですけども、中国で日本の海産物離れが起きたんですけども、海産物離れが起きちゃって、うん、中国産の魚が全然売れなくなっちゃって、もうざまあ見やがれって話をしてたんですけどもね。で、中華料理って日本の海産物ないと成立しないんですよ。中華料理の出汁の柱の一つが貝柱です、うんうん、柱だけにね。なるほど。だって貝柱なんか中国で取れないんですからね。そんな大事なものになってたんですね、てめえらどうやって出しとんだって話ですよ、うん、ホタテなしでやってみろって言うんだよ。全然勉強してないんですよ、分かってないんですよね。だから分かってないです。反対する人たちもね。フカヒレもアワビもほぼ全部日本産ですからね、うん、中国の富裕層は日本に来ないと、うん、フカヒレもアワビもナマコも食べられなくなるということ
そうです、うん、じゃあフカヒレアワビナマコでホタテマグロなしでカツオなしで中華料理作ってるんですよ。暴動が起きますよ、うん、まあこれで中国のね、人が魚を食べなくなったら、うん、アジアの海資源回復します。あの人数だから。そうですよ。なるほどね。あいつらがもう取りまくるから高くなっちゃって、カニもそうだしイカもそうだし、うん、イワシサンマの類だってね、あれ中国が食わなくなればもう平穏な海に戻る。これ30年間放出続きますからね、彼は30年これ続けないといけないわけですから。日本がね処理水放出をやめていないのに、もし向こうが金融解いちゃったら何やってんだって話ですからね。そうですね、ぜひ30年続けていただきたい。お願いします。だからまあちょっとねいつもより多めに魚を食べるだけの話なんだから、うん、それで救われるんだったらそれに越したことないですよね。そうですよ。それで魚食べた方がね、うん、DHA で頭も良くなり、まあね、コレステロール値も下がり国民の健康状態も良くなるわけですから、いいことづくみ、いいことづくみですよ。政治家の人、ね、見てますよね、うん、絶対ね。もしね、うん、みんなで魚を食べようってやったら、もう日本中の例えば居酒屋とか寿司屋とか、うんうん、人増えますよ。これそういうことですね、はい、景気も良くなる、景気良くなるじゃないですか、ね、で健康にもなるし、ね、いいことづくみでしょ。いいことですね。いやちょっと政治家の人も言わないと。何このおっさん、うん、大丈夫だって言えばいいんですよ。俺たちが食おうでいいじゃないですか。センスないんですよね。海外から見てもカッチ悪いですから ね、 ねサミットで並んだ時なんかあたあたふたしてあたふたして、もっとちゃんとした日本のリーダー来てほしいです。そうですね。なんかあったらすぐ支援、すぐ支援、支援、ガソリン支援もそうですけど、減税せいって言うんですよ。うん、そうです。本当その通り。消費税なくても全部済む話ですよね。本当その通りです、ね。本当センスないんですよね、この人。うん、この後国会行きませんか、二人で。殴り込み加減に。2人が言うこと聞いてくれればね、いいんですけどね。これこの人ほら財務省のポチですからね言っちゃった。財務心理教って呼ばれてるぐらいですからね、武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。